い、というわけでさすがでございますね。もう胸にグッとくる、ね、コメントでございまして、ね、はい、あまり時間がね、はい、ないんですけど、ずっとここのステージで、スーちゃんと一緒に共にしたいんですが、私も常にですね、野球選手とそれからそちらにいるヒゲのおっちゃんと喋、ることばかりで、たまにはいいですね。いいですよ、女優さんとね話ができるというね、光栄でございます。はい、はい、最後になりますけども、はい、新しいドラマが日本テレビ系でね、はい、スタートしました、はい、先週から水曜日の10時から、はい、正義の味方、正義の味方、はい、ね、という番組がスタートしました、はい、今はヴィーナスがね、はい、そうですよ、ね、こちらこのね、はい、水曜日の10時、はい、ということは、野球巨人戦がもし中継があったら、うん、はい、その後だ、そういうことです、そのまんまチャンネル変えずに、はい、変えずに、そのまんまですよ皆さん、はい、ちなみに、田中さんは、はい、役柄はですね、はい、志田未来ちゃんと、うん、はい、今もね、まあ、すごい売れっ子ですよね、14歳の母で売れました、はいはい、志田未来ちゃんと山田優ちゃんの、はい、お母さん役をやらせていただいて、お母さん役ですか、さすが